リルバニ宮殿でオルギエルドに会う。リルバニ宮殿ってどこだろう。あ、ここだ。ここまで向かってみましょう。なんか洞窟出てきた。これなんだ。洞窟にたどり着く直前に一人捕まったが。何の話だ。なんか新たなクエストだね。なんか依頼で交易路の貿易っていうのを受注しましたね。ゲラルトは大きな怪物が残した足跡を見つけた。足跡がどこへ向かっているのかゲラルトは確かめることにした。怪物探しのやつだね。どっちにしろこっちみたいだから軽くやってっちゃおっかな。うん、ウィッチャーの感覚を使い洞窟を探索する。 OK。 場所はここの洞窟。この中探索？真っ暗だー。花、花持ってる。あ、なんかいる。びっくりした。あんたの目が暗がりで光っててトカゲが来たのかと思ったよ。襲ってきたやつだが大きさはどのくらいだった。ここに入れるような大きさなんかじゃなかった。巨大で、それにあの歯、逃げるのがやっとだったよ。商人を襲ったのか。あいつらには当然の報いだ。ここを出ることが先決だ。ウィッチャーさん、助けてくれるか。何があったんだ。途中からだから分かんないけど。街道を進む間の護衛としてある商人に雇われたんだ。でも気づいた時には子牛みたいに縛られてた。なぜだ。そいつはご親切にも分かりやすく説明してくれたよ。先に進むために必要な犠牲だってな。俺たちを餌として荷馬車に縛り付けて行っちまいやがった。その後すぐにまるで呼ばれたみたいにトカゲが現れたんだ。怪物どもは物資はすでにここから運ばれたことに気づいたか。ああ、利口なトカゲだよ。すぐにここに見切りをつけて行っちまいやがった。トミリは死んじまったよ。そうか、なんか大変なことがあったんだね。じゃあ怪物は始末してやるよ。怪物を始末しないとな。それほど遠くはないだろう。ワイバーンは獲物を巣の方へ追い込むものだ。ここで待つよ。足手まといになりたくない。ロイヤルワイバーンか、ついてるな。おお、ワイバーンの巣を見つける。オッケー。こっちだね。見てみよう。なんか前に話があったっぽいけど、とりあえずワイバーンの巣を見つければいいのね。オッケー。宮殿見つけたいだけなんだけどね。こっちか。なんか外にいるっぽい。お、なんかワイバーンいた。倒そう倒そう。もう一体いる。巣があるじゃん、ここに。飛ばないで。あ、間に合わんかった。オッケーオッケー、倒した倒した。彼らを襲ったのはあいつらじゃない。近くにロイヤルワイバーンが潜んでいるはずだ。あ、巣を壊さなければもっと増えるが。なるほど、ドラコニッドの巣だ。破壊しなくては。破壊しよう。ドラコニッドの巣だ。破壊しなくて。これも破壊して、トリコいっぱいある。ん？出てきたか、ロイヤルワイバーン。ゲラルト強い。やりました。ロイヤルワイバーンの証を手に入れる。あ、出てきた。でかいぞ。なんてやつだっけ。ロイヤルワイバーンだ。ここまで大きいのは珍しい。たらふく食べて丸々超えたんだろう。道行く者たちを襲ってな。旦那のお名前は。
リビアのゲラルト。リビアのゲラルトか。子供たちにも話してやろう。伝説になるね。討伐の証を持って帰ればきっと誰かが礼を弾んでくれる。これかな。なんかついでに人助けできたね。あ、なんかもらったね。あ、ゲラルトボタン外れてる。あ、ローチがいる。よし、あと1個。巣の中身はちゃんと持って帰ろう。なんか手に入ったね。これだ。アナセマ。うん、高く売れそうだ。あ、そうか、掲示板。掲示板は後で行こう。まいた種はの続きやりましょうかね。こっちだね。この中からしか行けないのかな？なんかあった。こっちみたいだ。あ、ここみたい、目的地。たどり着けた。変わった場所を選んだな。あ、オリギエルド。何か理由があるの？お前の芸術の趣味に合わせた。芸術が好きなんだろう。こういう場所がお好みかと思ってな。ウィッチャーが芸術を介するとはな。悪いが信じられん。こうして会えたからには何か収穫があったんだろう。三つ目の願いを叶えたぞ。このバラがあのバラだとなぜわかる。さっきオクセンフルトの市場で買ってきたかもしれない。よく見てみろ。わかるはずだよ。イリスから渡された。この世と彼女を結びつけていた最後のものだ。何？ねえ、彼女からお前への愛の印だ。おそらく彼女はお前を愛していた。バラはその印だ。彼女が俺を？あれだけのことがあった後で。待ってたもんね。イリス、なんでこんなことに。あの時どんな結末になるか分かっていれば。何が起きてるんだ。まるで焼けた鉄を胸に突き刺されたようだ。どうした？え、どうしたの？待たせてすまなかったな、諸君。空から何？皆が集まってくれて嬉しい。気分はどうだ、フォン・エベレック。胸が少し軽くなったか？オーディブ、狙いは何だ？何だとは何だ。お前の魂だよ。忘れたのか。契約では魂を取れるのは三つの願いを全て叶え、そして共に月の上に立った時。魂と交換？約束したはずだ。なんだと。そんな契約では。月はあそこだ、あれだ、ここには。お前の望みは叶えてやった。この月の上で契約は満了したわけだ。ひきょう者を騙したんだ。いや、まさか。ちょっと待って、オルキエルドを助けるよ。邪魔をするな。この前俺の邪魔をした奴がどうなったか見ていただろう。願いを叶えてくれるんだろう。俺の願いは彼の解放だ。だが彼には貸しがある。解放しろ。貸しは俺が肩代わりしてやる。助けてあげて。彼のために魂を差し出すと？いや、勝負をするんだ。俺が負ければ俺たちの魂を奪えばいい。俺が勝てば二人とも解放してもらう。何の勝負だ？グエントか？そうだな。グエントは無理。何かができるかできないかで賭けをするか。知っての通り、俺は不可能を可能にする男でね。
いいだろう。だが、ルールはこっちで決めさせてもらうぞ。何する？どうなってるんだ？ゲームがしたいなら相手になってやろう。謎解きの問題を出す。解ければお前とオルギエルドを自由にしてやろう。解けなかったら？解けなかったら3人で旅立つことになるな。そういう勝負を望んだはずだろ。何すんの？その謎を聞かせてくれ。我あらゆるものや人に従うが、我を避け拒絶するものあり。我を撫で見つめ続ければいつか正気を失わん。拳で我を痛めつけることかなわず。幼き者に好かれ、老いた者には恐れられる。美しき娘たち、これを愛す。汝が泣けば我涙を流し、あくびをすれば眠り、微笑めば笑わん。一体何のことだ？これが問題だ。我は何ぞ？ちょっとわからない。考えてもわからないけど、考えてみよう。必ず任してやる。それはどうかな。楽しみだ。砂時計の砂が落ちきるまでに俺を探し出さなければお前の負けだ。用意はいいか？始め。おいおい、鏡の達人が出した謎を解く。